どうも、今日ご紹介する商品はエポック社から出ているもっちりハムスター4です。全部で6種類の商品です。1回200円のガチャガチャとなってます。もっちりハムスターシリーズは結構人気の商品で、今回4弾が出ました。ではラインナップをご紹介したいと思います。1番がお供え餅ハム、うるし塗り風です。次がお供え餅ハム、3番目がたい焼きハム小豆、4番目がたい焼きハム抹茶、ここの色が違いますね。5番目がおはぎハム小豆、6番目がおはぎハムきなことなってます。では今から商品を2種類ご紹介したいと思います。まずはこれはたい焼きハムの小豆になります。たい焼きの形をしていて、中に可愛らしいハムが入っているものです。こんな感じです。可愛いです。たい焼きの形の中にハムが入ってます。小豆です。たい焼きが、次がこれはおはぎハムのきなこです。きなこ味のおはぎと一緒に、こちらも可愛いハムがついてます。で、バラバラになってます。ハム、かわいいハムときなこ味のおはぎです。こんな小さい、お尻もかわいくなってます。足です。で、こちらはこういう台がついていて、この台にの刺すやつと、で、おはぎとハムを乗せて飾るという感じになってます。これはこの小豆の方と入れ替えたりもできそうで、集めるのに楽しいと思います。今日はエポック社から出ているもっちりハムスターの4弾をご紹介しました。これからもいろんな商品を紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。もっちりハムスター4でした。